どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、スーツと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今回はスーツくんとの企画なんですけども、今までスーツくんが面接を受けるっていう動画がほとんどだったんですけども、今回は社長として面接官として、今僕らの会社でインターンとして働いている実際の就活生2名に来ていただいて、どちらと一緒に働きたいかっていうところをスーツくんに決めていただけたらなと思ってます。わかりました。これなんかちょっと残酷な感じですけど、決めた方が動画的にね面白いやつですね。はい、それはバッチリ決めていきたいかな。はい、はい、の会社の概要といいますか、はい、どういうことをやってるかって簡単に聞いてもいいですか。はい、まず当社の売上の一番のところはですね、恥ずかしながら未だアドセンス収入でございます。そうなんですね。それはあの YouTube で、動画を投稿したら、まあ、動画1本出すと、まあ、0. 何円か 1. 点何円とかですね、もらえるようになって、その再生数に応じた収益がまず一つと、それからもう一つは、まあ、そのやっぱり動画再生数を多く獲得することができるので、さまざまな企業さんからあの依頼をいただいて、こういうのを紹介してくださいと言われたものをあのそのまま紹介していくという、まあ、大体その2つですので、その後者の方はですね、今もちろんそれを広げていきたいと思っているところで、例えば現在ではアプリをあの開発しておりましてですね、あのそれは視聴者の方があのアプリをインストールしてあの見ると、まあ、位置情報を使ったアプリですかね、行った先で観光地の情報を見たりですとか、旅行中に現地のことを詳しく知ることができるということでですね、今そこに力を入れてます。じゃあお二人に一言ずつ意気込みをいただけたらなと思います。はい、じゃあ星くんからお願いします。はい、どうも、春大メンバー専修大学4年の星かけるです。今回ちょっとキーちゃんには痛い思いをさせてしまうんですけれども、まあ、あのそういうところはあまり気を使わずに自分の実力を出して働きたいと思ってもらいたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。じゃあキーちゃん、はい、お願いします。一橋大学大塚基本です。星くんと対決するのは地味に初めてだよ、ね、確かになんか今まですごいいろいろ言われたんですけど、だけど私一応内定持ってるし、はい、確かにそれ関係ないんで、それ関係ない、全く関係ないんで、まあいけるかなって思ってます。これまでの、まあ、就活の経験を生かして頑張ります。はい、内定持ってない方、あのキーちゃんのこと一緒に叩きました。僕も叩きます。はい、ということで、じゃあ早速面接の方を始めさせていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではですね、自己紹介を星さんと大塚さんの順でじゃあお伺いしてもいいですか。はい、わ、はい、かりました。お願いします。自己紹介の自己 PR を混ぜて。あ、そうですね、それがいいですね。お願いします。はい、そしたら、はい、僕が名前が星かけると申しまして、現在専修大学のネットワーク情報学部っていう学部から参りました。でネットワーク情報学部って聞くと、なんかすごいパソコン強いのかなとか、うん、すごいエンジニアプログラミングバリバリって書くのかなと思うんですけども、っていうよりかはいろんなことやっていて、プログラミング書いたり、プロジェクションマッピングやったり、映像制作やったり、データ分析したり、デザインしたりとか、本当いろんなことやる学部です。で、僕それとは別に部活をやっていて、中学校からずっとハンドボールをしていて、中学、高校とキャプテンだったり、選抜のキャプテンだったりもやっていたんですけれども、大学ではちょっと、高校でちょっと意気消沈して、大学でそのキャプテンとかせず、すごい一部員としてやってたんですけど、うん、はい、なんかその今までキャプテンって多分また別の目線から部活が見えて、で結果なんかそれでチームのために頑張った結果、まあ、すごい大学ですごい結果が出たっていうことがあったので、うん、まあ、そういったところも本社で活かせるんじゃないかなと思っております。うん、本日よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ私、そうですね、はい、ご紹介します。そうですね、改めまして大塚基穂と申します。私は社会学部というところに所属をしていて、いろいろな学問があるんですけど、はい、その中でも食というのをメインに扱っているゼミに所属をしています。で、まあ、その食っていうのにたどり着くまでにいろいろなことを経験してきまして、というのも自分の強みが結構新しいことでも物おじせずに、まあ、挑戦できる、でかつその新しいところで成果を出せるっていうところに、まあ、自分の強みがあるなっていうふうに思っていて、まあ、その幼少期の例で言うと、結構ネットボールだったりホッケーっていう新しいスポーツに挑戦したり、大学に入っても長期インターンだったり短期留学だったり、結構いろいろなアルバイトをやってきたというような経緯があって、そういうのを通じて今の職っていうのに至っています。で、まあ、その自分の物おじせずに、まあ、挑戦できるみたいなところを、そのスーツさんのあのご縁があって入社させていただいた
際にも、まあ、さまざまな業務、そのスーツさんが携われること以外のお仕事を私自身が受け負って、まあ、貢献できるんじゃないかなというふうに思っています。はい、お二人ともありがとうございます。期待の、あの、モテる自己紹介いただいてありがとうございます。じゃあ、あの、続いてちょっと今度はじゃあ大塚さんからこういう順番でお返ししたいなと思うんですが、はい、何か、あの、挫折をしてですね、あの、まあ、挫折した経験みたいな、はい、その時のことがあれば、あの、差し支えなければ教えてください。はい、はい、そうですね、私は、まあ、普段あんまり挫折したなって感じないっていうのが正直なところなんですけれども、うん、まあ、その強いて申し上げるとしたら、まあ、自分の体調っていう面で挫折したなって思う時がありまして、大学1年生の時に、まあ、1ヶ月ぐらい、もう2週間おきぐらいでずっと熱出してる時があって、その理由としては、私結構、あの、先ほど申し上げたようにいろいろ挑戦してみたいなって思っちゃうので、うん、そのいろんなところに手を出すんですね。手を出しすぎたあまり、ちょっと、あの、睡眠時間が不足してしまったり、食べ物あんま食べなかったりして、あの、もう明らかに体調不良になってしまって、で、まあ、そういうことで1ヶ月ほどちょっとダウンしてる時期がありました。まあ、それを改善するために、今、その何事にも成果を求めないというか、そのプロセスにその価値を感じるというようなことを意識して生活しています。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、僕、挫折経験の前に先ほどちょっと話し合わせてたんですけど、はい、自己 PR って僕結構泥臭くやりきるみたいなところがまずあるっていうところを踏まえた上で、はい、まあ、エンジニアだったりとか、この春大の経験でも泥臭くやりきるってところをやってるんですけど、それを踏まえて挫折経験を話しさせていただくと、僕ずっとハンドボール、中学校、高校、大学ってやったんですけど、まあ、高校でそのキャプテンやらせていただいて、まあ、関東出場目標に頑張ったんですね。で、部員70名ほどを求めてたんですけれども、まあ、結果うまくいかなかったっていうところがありまして、かつ東東京選抜っていうところに僕キャプテンやらせていただいてたんですけれども、まあ、そちらでも10年連続東東京勝利がかかったんですね。そこで僕最後残り2秒でシュート決められて、キーパーとしてシュート決められてしまって、すごいイージーミスで1点決められて33対32かなんかで負けたんですよね。っていうぐらい僕結構きつくて、その経験と高校もうまくいかなくてっていうところで、すごい、まあ、これが挫折かなと思うんですけれども、まあ、そこで少し反省して、なんかその何がダメだったんだろうって考えて、で、大学でも一応頑張って続けて、そのキャプテンではない目線から部活に参加したんです。その結果、なんか僕キャプテンじゃない時とキャプテンの時って全然モチベーション違ったりとか見え方が違うってことに気づいて、その時に、あの時もっと一人一人と話して、どうやったらモチベーションが上がったりとか、どうやったら練習やりたくなるかとか、そういうの相談して、なんかもっとチームのメンバーとか話し合ってチームを強くして勝てるようなチームを作っていければよかったなと反省しておりまして、そこが挫折経験とその得た学びでございます。わかりました。そしたら、じゃ あまずですね、あの、大塚さんは先ほど、あの、体調が悪かったのは、はい、結局、あの、何らかのことをやってうまく改善したとか、それともなんか自然に体調がなんか戻っていったとか、なんかありますか？そうですね、ちょうどあの時期的に12月だったので、はい、あの、その時期、あの、テストがあって、うん、で、サークルもその大会が控えてて、で、あとアルバイトもやっていてというような時期で、すごく立て込んでる時期だったんですけど、まあ、年が明けて、あの、大学も春休みに入って、で、サークルも、あの、まあ、大学が休みの分少なくなって、で、まあ、アルバイトだけっていう塾になったので、まあ、そういう意味では自然に、あの、まあ、回復には向かっていったかなというような形です。うん、なるほど、なるほど。その後はもうあんまりそういうふうなことはなく、あの、もう日々の、あの、あれでもこう、なんていうんですかね、あの、元気に過ごせてるんですね。そうですね、まあ、その学業、サークル、アルバイトって同じ軸ではないんですけれども、うん、まあ、去年などですと長期インターンだったり就活との両立みたいなところはあって、結構忙しかったんですけれども、うん、まあ、その全てに成果を求めるんじゃなくて、まあ、その過程を楽しむというか、就活に参加してインターンに例えば行けたらもう嬉しいなっていうふうに素直に感じるというような、まあ、日々の小さな幸せを見つけるというようなところを意識するようにはなりました。そうすると、あの、精神的にだいぶ安定しそうですね。そうです ね、それはすごく大きな変化でした。よくわかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ星さんはあの結構その、はい、そこら辺の対処法とかも、もう教えていただいたので、うん、じゃあそうですね、あの先ほどおっしゃってたそのいわゆる挫折の経験というか、はい、そのまあ、負けてしまってっていう経験はご自身の身にとってはトータルで見たらいいことだったと思いますか？あ、いいことだと思います。あ、そうですか、はい。まあ、そこはじゃ理由みたいなところで申しますと、まあ、それこそ先ほど申し上げた通り僕挑戦し失敗するっていう、それで改善するっていうところが持ち味みたいなところがあるので、やっぱその経験を生かして大学で改善して、例えば一人一人にすごい目を配った結果、大学ではその総武州初の2部昇格からの2部残留ってことを達成できたんですね。だからそこはやっぱ失敗があったからこそ達成できたと思いますし、最後に気持ちよく終わることができたので良い経験だったなと思います。あ、それは良かったですね、はい、ありがとうございます。じゃあですね、お二人があの当社で、いくらぐらい給料が欲しいとか多分あると思うんですよね。で、まあ、現実的なところとして、もしあの YouTube で発表して差し支えなければ、うん、あのご希望 の, あの年収とかですね、そういう条件とかがあれば、あの結構そこは交渉の余地がある会社なので、教えていただければと思います。初年度っていう認識でよろしいですか？そうですね、あとはまあ初年度もそうですし、将来的に例えばこんなことができるようになったらもっと欲しいみたいなのがあれば、うん、ぜひそこはですね、もう遠慮なくお伝えいただければと思います、はい、思いついた方からどうぞ。はい、じゃあ僕は結論、最初初年度年収でいうとまあ300万でいいかと思っていて、まあ、それはなんとなく一般的に300万ぐらいのイメージがあるから最初はそれでいいかなと思ってます。でその後は自分の実力に合わせて自分から提案してどの年収を上げていっていただきたいなとは思ってるんですけど、まあ、僕がやることとしてはそれこそ YouTube の編集っていうのも今までやってきたっていうこともあって、動画編集だったりとか、まあ、エンジニアとして半年ほどやってた経験もあるので、アプリの開発にももしかしたら携われるかもしれない。かつ一応 SNS の運用だったりで成果も出していて、あとは何ですかね、その営業っていうところ、今現在法人営業やっているところですごい似ているところもあると思うので、最初イメージしながらで300万円ですけれども、そういったところで例えば営業であれば明らかに入ってくるじゃないですか、お金が。そのタイミングでもう明らかにじゃあ今回必要ですよねっていうのがあれば、そこは交渉しますし、他のところも交渉していって、結果的には目指すところで3年で例えば鈴木さんが1000万円払っても差し支えないなって思えるぐらいまで働こうと思ったんです。ありがとうございます。はい、じゃあ次は大塚さんはいかがですか？はい、そうですね、私は将来的に欲しい額っていうのがありまして、うん、そこから申し上げますと、はいはい、40歳の時に1300万円が欲しいっていうのがありまして、うん、というのも、うん、いろいろ自分のこれまで受けてきた習い事だったり塾だったりその学校の、うん、まあ、教育費を計算した時に、うん、まあ、その中学校入学でそれぐらいあったら、うん、まあ満足できるなって思う額だったのでそれを考えています。で、まあ、それその、まあ、40代の時に、まあ、1300万円ほどって考えて、まあ、逆算していってお給料いただけたら嬉しいなっていうふうに思っています。で、まあ、世間的に1300万円ってちょっと、まあ、上、まあ、ちょっと上の方かなっていうふうには思うんですけれども、まあ、そういうまあ、どのように貢献できるかっていう点では私は結構海外経験がありまして、うん、でその海外に住んでいたからこそ分かる日本の良さみたいなところが、まあ、理解できるのかなっていうふうに思っていて、その消費者目線というような、星くんは結構技術的な上だったと思うんですけど、私はそのインサイト、まあ、その戦略を立てるというようなところでお力になれたら嬉しいなっていうふうに思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ逆に今時点で当社が40歳の時点で1300万はどう考えても無理ですねみたいな状況だとしたら、はい、それは今回ご縁がなかったっていうことに仮になったとしても、大塚さん的にもそれは悪い話ではないですよね？そうですね、私はその40歳の時に1300万円を達成するためにその会社を大きくしたいっていうふうに思います。 ありがとうございます。なるほど。じゃあもう一つぐらいあとお聞きしたいんですけど、じゃあもしも例えば初年度の年収が例えば300万とか400万とか、うん、そんぐらいからスタートしたとして、で、やってみたけれども、やっぱりうちの会社って結構その個々人の能力に依存するところが多いので、うん、例えば
200万円の価値しか提供できてないなみたいなことが、うん、判明した場合、うん、どういうふうにその後のことを考えていくかっていうのを最後に聞けると、うん、うちみたいな会社は安心です。うん、つえさんの考え方によると思うんですけど、例えば新卒が入ってきてその実力がない人が入ってきた時に、うん、最初って赤字じゃないですか、はい、それでもやっぱり育成していくっていうイメージなのか、最初の時点でその実力がない人はそんなに必要ないっていうイメージとどっちだったんですか。もちろん育成していきたいとは思うんですが、当社の実力がですね、やっぱりあまりその人を育成するっていう経験をこれまでに全くしてきていないので、うん、ちゃんとそれを育成できるのかっていうのがわからないところでもあります。でもちろん会社の法律で決まってる通り、この人はなんか役に立たないからクビにするみたいなことってできないじゃないですか。でその人に圧力をかけてなんか出ていかせようとするみたいなことももちろんしないんですけど、とはいえそういう状態でうちの会社で働くっていうことはご本人たちにとってもあんまり楽しくないことなのかなっていうふうな考えはありまして、まあ、その上で育成することには挑戦はもちろんするんですけれども、それがうまくいくかどうかは自信がないなっていうのが正直な状態です。わかりました、ありがとうございます。じゃあそしたらそこで言うと、まず結果が出なかったらその分収入は下がっていいかなと思っていて、うんうん、そのどうやって今後結果を出していくかっていうところに関しては、2つあって、1つはそれ先ほど言った通り、改善してそこで挑戦し続けるっていうところもありますし、あとは僕確かにいろんなことやっていて、それこそ他のところでも活躍できるなっていう思いがあるので、他のところで挑戦してみるっていう2パターン、状況によるんですけどができると思ってます。で結果が出るか出ないかに関しては、僕自身例えばですけど、その部活動でも結論結果が出ていて、例えばインターン先で、2ヶ月でコーポレートサイトのリニューアルを終わらせなきゃいけないっていうところで、残り半月とかで半分ぐらいしか終わってなかったんですけど、そこを僕すごい出勤して毎日頼りまくって、もう納得いく形で終わらせたっていうのがあったり、すごいですね、ありがとうございますでしたりとか、こちらの今春代理の方でも一応行って、なんか恥ずかしいですけど、先月であれば MVP いただいたりとかっていうところで、一応結果を失敗しても結果は絶対に出すっていう意思があるので、そこに関しては心配なく雇っていただければいいなと思いますし、価値がないなと思ったら年収下げていただければいいと思います。ありがとうございます、はい、では大塚さんは。私は選択肢2つあるかなっていうふうに思っていて、まず1つ目が同じ会社の中で違う業務を担当するっていうところで、先ほどその松江さんが、クリエイターというような役割を担って、それ以外のお仕事を他の、私たちだったりに任せるというようなお話をされてたと思うんですけど、そのクリエイター以外のお仕事って本当にいろいろあると思っていて、はい、でやっぱり実際に体験しないと自分が向いてるか向いてないかってわからないと思います。で、その上で私だったらもう少しチャンスをいただいて、半年ぐらいですかね、チャンスをいただいて違う、その同じ会社で違う業務を体験してみるっていうところをお願いしたいなっていうふうに思います。で2つ目の選択肢としては、私も一旦外に出ることかなっていうふうに思っています。転職ですね。で、その例えばもう全然違うタイプの会社でその全く違う業務を体験してみる、もしかしたらそこでその才能が開花して、で、スキルを身につけて、で結果的にその新しい視点でそのスーツさんの会社にの利益をもたらせたら、結果的にウィンウィンなのかなっていうふうに、先ほど育成というよりかは実力というふうにおっしゃっていたので、そのような意味でも、一旦外出てスキルつけてから戻るっていうのもありかなというふうに思っています。よくわかりました。すいません、お二人ともありがとうございます。なんか他に僕になんかすごいアピールしたいこととか自慢話みたいなのあったらぜひ最後に聞かせていただきたいんですけど、逆にないですっていうのも、全部言い切りましたっていうのも、それも一つの PR だと思うのでどっちでもいいんですけど、もし何かあれば最後に聞かせてください。はい、じゃあどうぞ。はい、僕兄弟が2人いて、弟と妹がいるんですけど、2個下の弟は僕よりイケメンで、僕よりスポーツができるっていう弟でして、で妹は今12個下なんですけど、12個下の妹はめちゃくちゃ可愛いんですね。で僕はそんな兄弟と仲良くできるんです。そんな可愛い、めちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃイケメンな子でも嫉妬せずに仲良くしているっていうことで、ここで人の良さが伝わるので、そこだけアピールさせていただければと思います。わかりました、お願いします。そうですね、私の強みというか、アピールポイントとしては、人柄関連でいくと、
私はあまり今までいた環境で嫌だなって思う環境がなくて、なんかその出会ってきた人、いろんな環境に行ったものの結局楽しいなっていう風に感じられるんですね。その、まあ、どんな環境でも結構ポジティブに楽しめるっていうところで、まあ、その新しい業務であっても新しい出会いがあっても、まあ、自分を楽しみながら会社に貢献できるんじゃないかなっていう風に思います。よくわかりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。以上で、はい、私がお聞きしたいことは全部お聞きできました。はい。ということで、面接お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、結果発表を、はい、スーツ君の方からお願いしてもよろしいですか。僕、実はお金のことを軸に聞いていった方が、うちの会社の場合いいなということを思いつきまして、で、そういう軸とうちの会社特有でない軸と一応2種類に分けて評価軸みたいなのを設けさせていただいたつもりなんですけれども、まずうちの会社としてどっちを採用するかといったらですね、まず、これはすごい星さんを採用します。で、これはなぜかっていうポイントはただ一つなんですけど、年収が下がってもいいっておっしゃってたで、じゃあそれだったらすごい悪い扱いをするわけじゃないんですけど、やっぱ正社員でこれから長い間勤務していく人を雇うのって企業にとっては本当にとても大きな決心ですよね。正直従業員はなるべく雇いたくないというところで、要はギャンブル要素とか負債になってしまうリスクが大きいから、じゃあその時にその要素を最小化しつつ、でもうまくいった時にはもちろんちゃんと稼げるようにしてあげたいなという考えはあるので、そうすると下がってもいいということをご自身で発言されていたっていうのはすごい大きいと思うんですね。それはどういうことかって、下がってもいいって口に出すと、やっぱりそれは自分で言ったことだから納得せざるを得ないっていうのもあるじゃないですか。そういう条件で妥結した時に、じゃあそれだったらご本人にとってもですね、うまくいかないとあまり給料とかもらえないような条件になってしまうかもしれないけど、そういう契約条件になれば安心して契約できるので、そうすると星さんになるかなっていうのをまず思いました。でですね、さっきの2つその評価軸があったというので、もう1つの方だと大塚さんを選ぶなということなんですけど、これは学生時代のこととかそこら辺 の話、どちらもすごいいい話だったんですけれども、うちの会社ならではの質問した時以外にすごいなんかお金を稼げそうだなっていう感じがする人は、その点で言えば同じぐらいの能力なのかなと思ったんです。で、その時にこれ非常に申し訳ない話なんですけど、じゃあこの2人の同じような感じの人から採用するんだったらどっちかなって言ったら、まず一橋大学の人採用したことない。確かに。はいはいはい、はい、予約システム俺勉強できるんですよ。勉強できます、はい、でもちょっと高校の時に、はい、早稲田とかだって行ったんですよ。早稲田遊びぐらいだったら、はい、でも部活やりたかったので部活で選択したので、ただいいです。なるほど、はい、でもそういうノリは僕は結構好きです。あと大塚さんが最後におっしゃったのは、実はもう一つあって、いいなと思ったのが、今まで嫌だと思う環境が分からなかったって、ね、めっちゃいいっすね。そう、あれもね、すごい安心感があって、うちの会社すごい人数がやっぱ少ないのと、何が起こるかとか正直分からないんですよね。で、なんか不測の事態が起こったりとかした時に急になんか負担が増えたりとかすることがあるかもしれないし、で、その環境、特殊な環境で一応企業としてやってるのにこんなこともこいつできてないのみたいなのがあっても、なんかそこは受け入れてくださりそうだなと、まあ、そこははっきりやっぱ口に出してくれるっていうのはすごい安心材料だったので、そこがすごいいい言葉だなと思いました。ありがとうございます。フィードバックマジで聞かれてる。ということで、じゃあこれ嬉しいのか嬉しくないのか。嬉しい、嬉しいです、はい、一応質問してスーツさんだったら年収下げた方がいい好反応だろうなと思ってって言ったの。なるほど。そこを見破れるっていうのはすごいいいですね。でも本当は嫌ですけどね。ありがとうございます。じゃあキーちゃんも感想が、はい、いやだけど楽しかったですね。楽しかった。あんまり考えたことない、結構初めての質問も多くて楽しかったです、すごく。っていうところで、ぜひ就活生の皆さんはお二人の面接の回答とあとはスースくんのフィードバックの質問の意図みたいなところを参考にいただけたらなと思います。ということで、その概要欄にスースくんの会社のリンクを貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。何卒お願いします。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。